教室期間の延長とということで議論ストップとといいうのののが現在の政権の状況だと思います議論はするということが非常に重要だというふうに思いまして公衆比例部分の調整を終了して30年にわたってです、ね、基礎年金のみ水準調整をしていくと、まあ、行政も政治もとても国民に説明が立ち行かなくなるんではないかと税を嫌うのではなくて税のメリットを見いだす議論をしていかなければいけない。 あの第2部を始めたいいと思います第2部は今回示されたオプション資産の内容につきまして議論をしたいと思います。まず一番最初に議論になりますのはこれが一番大きな問題だと思いますが1の「費用者保険のさらなる適用拡大」。これは今いろいろこの世間で大きな 話題となっておりますが106万円の壁あるいは130万円の壁というこの就労調整の問問題題とも深く関連すする問題でありますこのオプションの中では4つのオプションが示されておりましていずれもどういうふうに利用者保険の適用対象者を拡大していくかということで1番がここに書いてありますように。 希望要件の廃止と5人以上、個人事業者に事業所にかかる非適用業種の解消を行う場合ということで、90万人の拡大、それから2番目は、そこに書いてありますように、さらに拡大をして200万人、3番目が270万人に拡大するケース、4番目に所定労働時間が週10時間以上のすべての 利用者を適用する場合として、これはもうあのマキシマムな適用拡大率すが、860万人というふうになっております。まあこれはあの働き方改革ともまあ異様に関係するわけですが、ご承知のようにこの106万の壁というのはこの106万円を超えると、まあ現在従業員101人以上の企業なので。 働く人が配偶者の扶養から外れまして、自ら厚生年金や健康保険の保険料を支払うようになりまして、手取りが減るので、就労調整をするという問題。で130万円の壁は、えー、従業員100人以上の企業など厚生年金が適用されていない職場で働く人が130万人を超えると扶養を外れ、えー、自ら国民年金や 国民健康保険の保険料を支払うようになるので、まあ、就労調整をするという場合であります。いずれもこれはあの岸田政権にとって大きな課題でここを適用拡大をして、えー、なるべく働ける人には働いてもらおうという方向で議論が進んでいるわけです。一方あの岸田政権としては当面の対策ということで、まあ、あの去年の10月から キャリアアップ助成金の編成などとして、まあ、短期的な対応は取っておりますが、いずれにしても、えー、来年度以降こういう大きな適用拡大の議論が避けられないというふうにあの思っております。それではこの参加者の方にこの問題についてご意見を伺いたいと思います。えー、まず高橋さん、あの適用拡大につきましてはどういうふうなご意見でしょうか。 あのまずこの問題で一番重要なことはです、ね、費用者保険の適用拡大っていうのは、あの従業員本人にとっても、えー、事業主にとってもあのメリットがあるということだと思います。あのちょっと図で説明をしますこの短時間労働者の場合ですね、130万円というのは確かに壁なんですけれども、106万円の方はですは、ね、壁というよりです、ね、ステップアップできる段差なんですね。 あの配偶者の扶養の範囲内で働いている人この図ですと上の方の図ですけれども、えー、この場合、あの被扶養者の認定基準である年収130万円まあ、これはですね。超えると給付は同じなのに負担が増えるというのがまあ、従来のものでありました。まあ、そういうことで確かに壁だったんですね。しかし、あの右側に行きまして、これからというところです。けれども、も、えー、適用拡大になります。と、あのこの106万円。 あので、えー、短時間労働者の被用者保険の、まあ、適用基準になります、でそうしますと、えー、これは超えると負担が増えるけれども、給付も増えますから、まあ、そういう意味で,です、ねあのー、被用者保険に、まあ、ステップアップできる、まあ、あの段差というふうに考えたほうがいいと思います。それから下の図ですけれども、単身の人ですとか、あるいは配偶者が厚生年金の被用権者でない場合はですね、 費用者保険が適用されるとそれまでの国民年金国民健康保険からですね厚生年金保険料健康保険料に変わりまして保険料の半分は会社が負担してもらえるようになりますそれから厚生年金もつきますから給付も増えるということでですねあの大変メリットが大きいわけですね。であの給付が増えるよりも、まあ、やっぱり当面の手取りが欲しいという人がいますので。 えー、この週20時間、月8.8万円ということの手前でですね、就業調整をする人もいるんですけれども、やっぱり違いをよく理解せずに就業調整をしている人も多いので、まあ、丁寧な説明が必要だと思います。あの従業員本人にとってメリットがあってですね、事業主にとってはあの事業主負担が増えるけれども、まあ、従業員の社会保障が充実しますので、まあ、この人手不足の社会が進む中でですね、人材確保に役立つというメリットが。 事業主さんにもあると思いますそれからあの次に重要なことはですね、まあ、いわゆる年収の壁あの、20時間以上適用拡大しますと、この20時間のところで、えー、就業調整する人がいるじゃないかという問題ですけれども、そういう年収の壁をです、ねえー、本当に解消するには、まあ、どうしたらよいかということであります。 あのよく106万円って言われてますけれどもこれはあの週20時間以上でかつ月8.8万円以上という適用基準のうちこの月8.8万円の12か月分でおおむね106万円になりますので、まあ、そういうふうに呼ばれているわけであります。し、まあ、しかしこれはです、ねえー、最低賃金が時給円以上になりますと まあ週20時間以上働くとおのずと月8.8万円を満たすことになりますので、まあ、月8.8万円の基準というのはまあ意味がなくなりまして、まあ、週20時間での段差がです、ねえー、残るわけであります。まあ、現在ですと、この図の左上の青い線のようにです、ね、あの20時間のところで保険料負担が増えますから、そこのところでの段差があるということであります。 この週20時間の段差をなくすためにはですね、就業調整をなくすためにはあの段差をなくすということが必要なわけでまあすなわち週20時間未満の適用拡大をするというのがまあ唯一の方策なわけですねこの丸 ② 番のようにですね、段差をなだらかにするために保険料を軽減してはどうかという案もおっしゃる方おられるんですけれどもまあこうしますとあの他の被保険者の方とは 不公平になりますからこれはなかなか成り立たないんではないかと。で、あの下の段の丸さのようにですね、3号被保険者の制度を廃止すればいいんではないかという,うおっしゃる方もおられるんですけれども、あの3号被保険者を廃止するとですね、まあ、1号被保険者になるわけですね。で、実際、1号被保険者でも就業調整をする人がまあいますので、えー、やっぱり、就業調整はなくならないと、まあ、問題の解決にならないわけでありまして。 まあ3号の問題とあの年収の壁の問題というのは切り分けて議論した方がまあ良いと思います。あの雇用保険制度について、今年の春に成立した法律改正で、えー、2028年にまあ現行の週20時間以上から週10時間以上にです、ね、適用する拡大することが決まりました。まあ、したがいましてです、ね、厚生年金や健康保険もこれと同様の適用拡大を今後行っていくことがまあ重要だと思います。 で、週20時間未満に適用拡大しますと、国民年金保険料よりも少ない負担で基礎年金と報酬比例部分がつくということで、国民年金保険料との調整がいるのではないかという問題があります。で、この論点についてはですね。あの年金部会でも国民年金保険料との差額を納付する仕組みにしてはどうかとかですね。まあ、いろんなあの具体案が複数提案されておりますので。 えーまあ、システム開発などをしてです、ね、効率的に事務処理を行えばあ解決できる課題ではないかなというふうに思います。ちょょっとよろししいでしょうか、はい、今のねあの、週20時間未満に適用拡大すると、国民年金保険料より少ない負担で、えー、基礎年金と報酬比例部分がつくということで、まあ、不公平じゃないかということはよく言われてるんですが、今のこの高橋さんのおっしゃった システム開発などで効率的に事務処理を行えばということはもう少し具体的にどういうことなんでしょうっとあの少ない時間の場合には国民年金保険料よりも少ない厚生年金保険料がですね1回と2階がついてしまうということなのでやっぱり国民年金保険料よりも少ない金額になるということはそのじゃあ差額分はあ別途 本人さんに負担してもらおうかとかとですね、まあ、そういう議論があるわけですねそうするとその差額を計算して払っていただくという事務が増えるじゃないかと複雑になると、まあ、こういった話がありまして、まあ、そういう複雑な事務をシステム開発などをして効率的に行うような仕組みをする、まあ、少し準備に時間がかかると思いますけどそういった工夫をすればですねこの問題解決できない問題ではないというふうに思っております働こうからすれば差額を負担するぐらいだったらもっとちゃんとあの働く。 こうじゃないかとフル,フルで働こうじゃないかというふうなインセンティブも、まあ、起きてくるとということですねそういうことです。ベッド差額がいらないようにするためにはじゃあにあのもっと働けばいいんですねとうん、うん、あそういうふうにインセンティブにもなりますので、うん、あのそういった仕組みも考えるというのはあると思いますちょっと先走りますけどこの点が西田さんは確かこの不公平の問題をあのいろいろおっしゃってましたけど、はい、今の点につきましてどうですか 私もこの不公平の問題はあの生じると思い八万8,000に18.3%かけると、まあ、月労使で1万6,000ちょっとですけどもこれは国民年金保険料の1万6,980円より安いので,で,、ね、で安い負担で、えー、基礎年金と厚生年金がついてくるっていうのは、うん、あの私は不公平だと思う研究者の中には不公平じゃないって人いるんですけど私は高橋さんもおっしゃったように不公平で。 何らかの措置をしないといけない。うん、ただ。その、何らかの措置をする、例えば、おっしゃったように追加的な負担を求めると。もうすぐ複雑になるので。うん、私は複雑さは回避した方がいいと思ってます。うん、なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、あ高橋さん、どうぞ、議論を続けてください。被、はい、用者保険の適用拡大っていうのは、あの。近年、勤労者皆保険という名前でですね。あの、内閣官房の、えー、前世代社会保障構築会議。 が2022年の12月にまとめた報告書で、まあ、段階的な取り組みを進めるということがですね方針が示されていますまずあの週20時間以上の短時間労働者について現在企業規模要件というのがありますこれをですね撤廃するっていうことが一つこれは優先的な取り組みが必要だとそれからあの5人以上個人事業所のですね 非適用業種、現在、法定の17業種が適用でありますので、非適用業種というのは残っているんですね。これの解消も急ぐという議論になっておりまして、この2つはですね、2025年の制度改正で実施すべきという方向で、現在のところ議論が進んでいるところでございます。で、その先の課題として、今出ました週20時間未満の短時間労働者への適用拡大ですとか、さらには、 個人事業所ではあの五人未満事業所の従業員とかですね。まあさらにあのこのオプション資産にも出てまいりませんけれども、フリーランス雇用でないフリーランス等への適用拡大の議論がですね、えー、ございます、えー。こういった部分についてどうしていくのかということが今後の課題であります。 事業主負担がつらいのであのゆっくり時間をかけてほしいという事、ねまあ、業主側の実情、まあ、結局は事業主さんの方ではこれを価格転嫁していかなきゃいけませんから、まあ、それには時間がかかるという課題、まあ、それはあの本当にその通りだと思いますただ厚生年金が適用されていない従業員の方はです、ねまあ、将来定年期になってしまいますからあそこのところはあいつまでも置いておくというわけにいかないんではないかなと思います。

いい社会だと思いますであの社会保険制度はの義務適用でありますからそういった働き方の方々にも適用すればです、ね、社会保険料を価格に反映するっていうことがあ社会経済全体のルールとなるわけでありまして、まあ、段階的な取り組みによって、えー、勤労者皆保険を徹底してですね、まあ、全ての働く人の 将来の社会保障費用を無理なく価格に反映できるような経済にしていくということが必要なんではないかなというふうに思いますあの少子化が進んだ社会では働き手が貴重な社会になるわけでありますあの賃金の引上げと勤労者の社会保険料のです、ね、適正な負担が行われることで、まあ、人件費が上昇するわけですけれども人件費の上昇は機械化とか IT 化とか事業シフトなどによりまして まあ日本経済全体の生産性の向上を促すという効果もあります。賃金や保険料を価格に反映することによって、まあ物価と賃金が緩やかに上昇していくまあ好循環も生まれていくと思います。あの被保者保険の適用拡大はそのような大きな社会経済システムの変革の中で位置づけられて、え経済政策の観点からもまあ極めて価値が高いまあ政策だと思っております。はい、ありがとうございました。 じゃ西田さん、はい、コメントお願いします。はい、あの被保険の適用拡大の方向性については私も今高橋さんがその必要性ですとかお話しされた通りだとあの思います。ただまああの八万八のところは私はキープした方がいいかなとは思うんですけれどもであの高橋さんのお資料にもありましたマルチワーカーの話ですね私はこれは。 あの最優先課題として取り,組むのでは取り組んだ方がいいのではないかということで、スライドをまあご覧いただきますと、これがあの現状です。今はあの事業所単位に、事業所がその働いている人を、ここでは A さんとしていますが、厚生年金に適用するかどうかをまあ判断しています。ですから A さんは2つの事業所で働いていて、それぞれ賃金が8万7000円だとしますと、 それぞれの事業所は年金機構に被保険者資格取得届を出してくれないんですね。合算すればこの方は十分に厚生年金の適用になるべき人なわけです。ですから、はい。はい、これなぜあのこれ出さないんですか、ね、事務所あの働いているまあ会社とか、うん。これはどうでしょう、高橋さん。 あのそもそも8.8万円以下だったらそもそも適用対象じゃないので,で適用対象になった人の情報を事業主さんは年金機構に出すとこういう仕組みになってますのであの適用基準に該当していないとそもそもデータが出てこないということなわけですね。ですのでこのようにですね、うん、本人に着目してどのような事業所も A さんの給料が1万でも2万でもあれば まあ給与の情報をマイナンバーあるいは基礎年金番号と合わせて年金機構に提出し年金機構の方でなやせをしてこの方のまあ月収が8万8000上回っていれば厚生年金に自動的に適用するという形にすれば私はあの救われる方相当いると思うんですね。まあ、今回の財政検証とい,いますか中では あんまり議題になってないのかもしれませんけれども、私はこれをあの急いだらいいと思います。はい、ありがとうございました。あのまあ、お二人の意見適用拡大を進めていくということにつきましては異論がないようです。あの私の方からもう一つあの資料を説明したいと思いますが、情報提供という形で説明したいと思いますが、これはあの東京都のですね暮らし方会議というのが東京暮らし方会議というのがありまして。 これは知事直結のですね諮問機関みたいなものであの私もメンバーなんですが今年出したメッセージで特に女性がですね就労調整をせずにこのケースでいけば、○2 なんですが出産に伴い退職をするんですが子どもさんが10歳の時にもう一度働き始めて年収300万ぐらいで働き始めた場合とそれから ○3 の パートでとにかくあの106万以下でですね、えー、働き始めた働いた場合の世帯のですね障害年収というのを比べたものなんですでこれで見ますと丸2と丸3ではですねあの年金の特に年金のところがあ違いまして、えー、まあ、障害年収で言いますと、えー、非常に大きく違いがあるんですが主にこの年金がですねやはりそのご自分で 厚生年金が受け入れるかどうかという点において、丸二と丸三では違ってきますので、やはりこの年収の壁を気にしてですね、その範囲内でしか働かないという働き方は、結局損をしますよというふうなあの PR をですね、えー、しております。ご参考までにお付けしました。これから適用拡大の議論が、えー、先ほど高橋さんの,あのお説明にあったように、 順を追ってですね、あの、進んでいくと思いますので、まあ、この問題、事業主の抵抗もあろうかと思いますが、まあ、順調に進んでいくことが望ましいのではないかというふうに思っております。第2部の後半に移りたいと思います。えー、後半の課題は、この、オプションの4、在労、在職老齢年金制度、まあ、在労というふうに、この、議論の中では言わせていただきますが、 この制度につきまししててここれが就労を阻害いるんじゃないかとこの制度は就労して一定以上の賃金を得ている65歳以上の老齢厚生年金受給者を対象に当該老齢年厚生年金の一部または全部の支給を停止する仕組みですがこれをま廃止ないしは見直しをしすることが重要ではないかということが 今回オプションとして出ております。これにつきまして、じゃあの高橋さんの方からあのご意見をお願いします。あの、私からはまずあのこの在職、老齢年金の支給停止っていうのはどういう制度かあ、そこからまず説明させていただきたいと思います。在職、老齢年金の制度というのは、あの就労して一定以上の賃金を。 得ている。六十歳以上の老齢厚生年金の受給者を対象に、老齢厚生年金の一部。また、は全部の支給を停止する仕組みです。これは厚生年金の仕組みなので、基礎年金は支給停止されません。賃金と年金の合計額が支給停止調整額。これは毎年変わりますけれども、二千二十四年度は五十万円であります。これを上回る場合は、賃金二に対し、年金一を支給停止すると。 こういうい仕組みでありますで例えばあの年金が月10万円の人は賃金が月額40万円、まあ、月額40万円ですと、まあ、年額に直すと480万円ぐらいになりますけれどもから支給停止が始まりまして、まあ、賃金が月額60万円年額に直しますと720万円ですけれどもこれで全部支給停止になると、まあ、こういった仕組みです。 えー、ですのであの現役時代と同じフルタイムの働き方をしていると、まあ、結構普通にかかってしまう水準であります。えー、2022年度末で在職受給者の 16%50 万人がですね全部また一部の支給停止になっております。でこの在職老齢年金の支給停止の仕組みは なぜでできたたかですけけれれども平成12年年年の年金制度改正で設けられました少子高齢化が進む中で保険料の高騰を防ぐための施策の一環として65歳を過ぎても年金を受給する世代になっても十分な賃金のある人は生活していく上で年金の必要性が必ずしも高くないので年金の受給を我慢していただこうとこういう仕組みです。 当時はまだ60歳定年の時代でありましたしたがいまして65歳以上で十分な賃金を得て働く人っていうのはまだ少なかったような時代ですしかし現在はですね、平均余命の伸びに伴いまして65歳までの希望者全員の継続雇用が義務付けられておりまして65歳以上で引き続き働く人も非常に増えております でこれからはですねできるだけ長く働いて、まあ、繰り下げ年金の繰り下げ受給をですね選択するっていう人も増えると見込まれますけれども、えー、今の在職支給停止の制度ではあこの基準に該当した方は繰り下げ受給をしてもですね支給停止部分っていうのは繰り下げ増額の対象にはならないわけでありますで十分な賃金がある人は年金の必要性が低いっていう理屈はですね 繰り下げ受給の選択肢を前提に考えますと下の図のようですけれども、えー、65歳を過ぎても現役期に近い働き方で就労を延長してです、ね、その間年金を受給せずに繰り下げた上で退職後に増額した年金を受給しようと。 まあこういいいった選選択択が今後増えていく選択肢だと思いますそういった意味であの在職支給停止によって繰り下げ受給を活用して増額しようという機会まで失ってしまうというのはまあ適切でないというふうに思います。2019年の調査では60歳代の厚生年金の費用権者のうち年金が減らないように収入が一定の額に収まるように就業時間を調整しながら働くと。 いう回答した人が60歳代後半でも4割を占めています在職老齢年金の仕組みは高齢者の就労意欲にです、ね、影響を与えるっていると思います総務省の労働力調査による高齢者の就業率2022年の数字ですけれども65歳から69歳では男性では61%女性では41%が あ、です。えー、あの、70歳から74歳で見,見てもですね、男性で41 8。8%、女性で26 1。1%となっていまして、まあ、近年上昇しておりますので、年金制度を、就労の選択に中立的であるように見直すということが、まあ、重要だと思います。あの、年金は社会保険ですから、保険料を拠出した人に対して、それに見合う年金給付を行うということが、原則です。 であの私もです、ね、あの在職老齢年金の支給停止の制度は、今の時代、撤廃することが望ましいというふうに考えていますけれども、えー、支給停止を撤廃すればです、ね、厚生年金の財源を使いますので、あの今回の財政検証のオプション資産ではです、ね、報酬比例部分のマクロ経済スライド期間が少し伸びて、所得代替率が0.5%低下するという試算になっております。 制度の見直しによってマクロ経済スライドが進んで将来の世代の年金水準が低下してしまうということは好ましいことではありませんからこの制度改正はマクロ経済スライドへの影響を打ち消す改正とセットで行うということが一つ考えられると思います。オプション資産では標準報酬月額の上限を引き上げると報酬比例部分の所得代替率が上昇するということが示されております。 まあその他あの年金部会の議論で出ている論点としては、あこう老齢厚生年金の配偶者の加給年金の廃止ということも議論されてまして、これも厚生年金財政の節約になります。まあこういった制度改正とセットで行うということが要因ではないかなというふうに私も考えております。はい、ありがとうございました。それでは西澤さんの方でご意見を。はい。まあ私も在職老齢年金の仕組みはこの社会保険 である以上本来保険料負担したら在職していようがいてもいなくても年金給付はすべきなのが合理的だと思っております。高橋さんから今年金財政の枠組みの中でこの廃止した時の財源の捻出方法のご議論がありましたけれどもまあ年金であればそういった方法また年金財政以外でも例えば税制を使って働いて所得税を払ってもらうっていう形でもいいと思う です,ね、ですから年金の枠組みでできることとあとまあ税制を使って、えー、国に税収をもたらしてもらうといったことを合わせて私議論したらいいいと思います実は私もです、ね、今の西澤さんのお考え方とほぼ一緒で,でして、えー、この財源の問題はです、ねえー、税制、えー、ということで税制の中で税制も合わせて考えて 財源を出していいくということとが必要じゃないかと思うんですでこ,こからはちょっと自分の意見税制嫌なもんですからあの話をさせていただきますと、まあ、そもそもやはりあの年金日本の年金財政というのはですね、えー、居室段階において社会保険料控除というのがありましてまあ課税ベースから落ちる非課税になるわけですね。 えそれからあのもらう段階には先ほどから議論になってますがえ公的年金と控除というのがまあ,ある程度あってこれああがどの程度の方が非課税になっているかというのはいろいろ統計がありますがまあえ多くの方がえ非課税になるあるいはあの低い水準の年金になっているというふうに言われてます。 でそうしますと、この諸外国の制度を見ますと、やはりこのアメリカなどは社会保険料控除というのはまあないんですね。これはもちろん、年金が税という形で、えー、あの負担されますから、えーまあ、控除の仕方がないということで、えー、税引き後の所得から年金、保険料を払ってるという形に今なってるわけなんで、ちょっと日本の制度は、えー、甘いじゃないかというふうな。 議論があの税,税制当局からはずっと続いてますそれはやはりあの、えー、竹下内閣で消費税を導入した時にですね、まあ、高齢者には、えー、なるべく負担あの別の形で負担を軽減しようじゃないかということで、えー、年金というものをあの雑所得という特別な所,あの所得分類に移しましてそこに特別な控除を、えー、与えるという形で、えー、再構成されたものですからそういうことになっていると。 その税制を少し厳しめに見直してですね、そこで財源を出すことによって、その、この、財路の見直しに伴う、あの、年金財政の悪化部分を、まあ、防いでいくと。で、そのことが結局、あの、財路を廃止しますと、やはり、世代内で格差は拡大するわけですね。たくさん所得を得てる、年金をもらってる方、所得を得ても年金をもらう方が、 増えるわけですからそうすると世代内の格差というのが拡大するわけでそれを税制で是正するというふうなことも考えられるんではないかというふうに思います。これにつきましてあの高橋さんのご意見は何か異論があればちょっと。少、はい、しは年金税制についての基本的な考え方を説明しますと、えっと、まず保険料の拠出時には えー、社会保険料控除でですね、あの所得から差し引かれます。で、これはあの、えー、義務加入の制度でありますからあ、あの法律に基づいてその保険料がかかりますので、まあいわばあその分、えー、税を払うまあ短税力という専門的におっしゃいますけど、えー、そのその能力の外側に置かれるということだと思います。で、一方であの受給時ですね、給付を受けるときというのは。 あその年金から税金を引いてしまったんではそもそも年金給付をしている効果があ削減されてしまうのであそういった意味で社会保障給付というのは本来非課税というのが一般的なんですが、まあ、老齢年金については課税とした上でえで、ー、公的年金等控除で、えー、そこのおところを少し、えー、大きくするという仕組みになっています。基本的的にはは公的年金等控除 給与所得控除と同じようなカーブでできてまして少し下のところを持ち上げてあるんですけれどもそこは比較的低年金の方にはですね課税がかからないようにというこういう配慮をしておりますで一方であの今あの森信さんがおっしゃったように賃金もあってで年金もあって非常にその高収入な人 高収入な人まで公的年金等控除をする必要があるのかという点、これは確かにあると思ってまして、収入が高い人について、今、公的年金等控除を少し縮める制度改正が数年前に行われましたけれども、こういったことはですね、さらに見直すという余地はあるんではないかなというふうに思っております。わかりりまままししした。た、は、た、い。それではこの第2部を終了いいいとと思います。ありがとうございました